回撮った動画が手元がね、ほとんど映ってなかったんで、もう一回撮り直します。まあ足ですね、見ての通りなんですけど、まあ、すごい仕事でね疲れてる。あ、今日は畑作業だったのか。ちょっと体調崩した僕が横になってる間、ゆめさんは畑作業やってくれました。症状的にはやっぱり首肩がねすごく張ってるんですけれども、ふくらはぎとか、まあ、下半身がすごい張ってるとね、どうしても背中丸まってしまうんでね、首肩はもちろん大事なんですけど、まず足の方からねほぐしていくと、あの触る前から首肩柔らかくなってきます。実際にこう足の治療入る前に、まあ、首肩ちょっと軽く触って肩錯覚にして足をほぐした後に首肩触るとやっぱり柔らかくなってるんですよね。しっかり効かせるところは効かすんですけれども、あまり一箇所にこう力が集中しちゃうとね痛いんで、最初は大圧で仕込んで押していきます。ある程度ほぐれてきたらこう指でいきましょうか。なくても大丈夫ですか。最近仕事どう？うん、そうか。なかなか難しいよな、人と一緒に働くって。押しながらこう強さを、そのこの寝てる人の患者さんのその強さをイメージしながら押していきます。本当だったらこうね、こうこの両肩の真下にこういう風にこう来るのが一番大圧がかかりやすいんですけど、それだとちょっと刺激がこの患者さんには強すぎて、ちょっと若干斜めに押すような感じをすると、こう圧がね分散されて程よくなりますね。やっぱりこう押される好みというか強さは、とその患者さんの症状だったりとか状態によっても変わってきますので、最初はちょっとね優しめで、ほぐれてきたらある程度強く
ぱりこう長時間ね、どうしてもこうやって押していきますから腰にすごくくるんですよ。だから立ち位置は楽な位置がいいですね。こう押しながら、まあ、今私こう足の真ん中にこう座ってるんですけど、自分が一番楽で中先に力が伝わりやすいところをポジションを探りながら押していきます。じゃないとこう患者が楽になったとしても終わったあとやってる側がね、体がガタガタになってきますから、1人2人だったらいいんですけど、これが3人4人連続でやるとなるともう次の日もう本当だらくてね、仕事にならないですから、しっかり効かせるのと同時に自分もなるべく楽な位置でそういうのを考えながらやっていきます。ちょっとこうつまんで少しこう若干持ち上げるような感じで、皮腹筋とヒラメ筋っていう、まあ大雑把に言うとそういう二層構造なんですけれども、それをこうつまみ上げるような感じですね。寒くない？足がふくらはぎとかね、特にふくらはぎなんですけど、まあ、足が張ってるとね、眠りも浅かったりとか眠りづらかったりとか、なかなかこう不快な症状が多いですから、私とかはまあ、首肩とか背中痛いと訴えてもここは必ず見ますね、まあ、大抵すぐ張ってるんで。強めに押してるんですけど、こうほぐれてくると、そういう痛みというかね、押さえて痛いっていうのが少なくなってきて、ほぐれてきた目安にもなりますね。両手でやる場合は、掴んで、外側にちょっと掴んで、押して、外側に掴んで、外側にというイメージで。膝で押していくやり方もあります。ちょっとハードコアですね。これ一緒痛きも、これちょっと痛い、この辺がやっぱ疲れてね。足の指の付け根、肩、ここも肩、肩っつっても背中に近いかな、肩甲骨の間ぐらい、いつも張ってるもんな、なんか背中が特に肩甲骨の前に硬くなる人は気が利く人ですね。気が利くがゆえに相手のことを考え、敏感ですから、それゆえに接客病だとストレスが溜まりやすいですね。この辺は肩になりがち。
カドがツボでね、あの失眠っていうあの眠りが浅い人のためのツボがありますね。ここにお灸とかすると結構眠りやすくなりますね。こうやって手で刺激しても同様の効果があると思います。少林寺拳法とかで言うんですけど、ここでね、その相手の首だったりとか手首だったり、その痛いツボがあるんですけど、そういうのをグラッと刺激して技をかけたりとかもするんですけど、生態的な主義とそういう相手を痛めつける技ってなんかちょっと手の形が似てたりとか、あのツボも本当に同じ場所だったりするんですよね。押し方によってはすごく体の調子が良くなる、そのそこに肺や灸して調子良くなる場所なんですけど、力の加え方一つですごい激痛を起こしたりとかありますので、結構面白いなと思いますね。特にこの三陰交ですね、だいたい指のその人の指の太さで、位置を測るんですけど、こう内くるぶしからこの指4本でここですね、だいたいこの辺にあるんですけど、そういうふうに普通にこう優しく押し上げると、やっぱりこう体の表面よりちょっと奥になんかコリコリするところがあって、あの血管とか骨とは別のその筋肉の鉱物みたいな感じですね。それをちょっとそれがじわーっとなくなるような感じで、なくなるまでこう高圧してあげるとすごくね気持ちよくて、あの調子も良くなる。ここは婦人科系で疾患とかね使われるツボなんですけど、でも少林寺とかだと、少林寺拳法だと、なんかその押し方があるんですよ。グッとして引くみたいな感じなんですけど、もう激痛で立ってられないみたいな。で不思議とね、こう攻撃するツボと治療するツボって同じなんですよね。ただ押し方が違うだけで。それ面白いなぁなんて最近は思ってます。ちょっと関係ない話なんですけどね。その痛いやり方を今実演すると後で嫁さんにすっごい怒られるんでやりません。首も疲れてるでしょう。
けじゃなくてこう伸ばしてあげたりとかですね。ストレス的なことを織り交ぜてあげると非常にスッキリ感も強くなります。まあ、男の人は別にいいんですけど、多分女の人とかね、結構足の裏とか結構気にするんで、まあ、今嫁さんなんでね、こんな薄いタオルですけど、もうちょっと長くてね、厚めのタオルをファッとかけてあげて、こうやって伸ばしていきます。あのやっぱりこう素足もしくはね、あの靴下つけた状態でこうそのまま何もせずやっちゃうと、やっぱりまあ施術側としてもちょっと不衛生ですし、やっぱり受けてる人もなんか臭くないかなとか、なんかそういうの気にするんでね、それだけでもやっぱりこう緊張しちゃって筋肉硬くなりますから、まあそこはこう何も言わず、その中枢目必ずこう受けてね、そしてタオル越しにやった方がいいと思います。である程度ほぐれたら、こういうところにちょっと丸めたタオルを置いて、まあ、タオル この巻き方とか、まあ、大きさとかはまあその都度変わるんですけれども、巻いた状態でやるとやっぱ圧迫がね強くなります。痛いか。でもこう気をつけて押してあげて、ちょうど心地いい場所があるんでね、押してあげます。するとここで停滞した血が一気に流れ出して、あ、非常に楽になるんですね。ベッドだったら自分の腕をここに入れてこうぐるってやったりとかも。じゃあ次はね、太ももと骨盤に移りたいと思います。太ももはこう内側から持ち上げるようにして、こねくり返す、持ち上げるようにしてこねくり返す。ただこの位置的にはね、結構際どいところなんで、ちゃんと施術する前にあの理由を話して、こういう手技をやりますと、あのアナウンスしてからやります。何も言わずにこう股の間にこうグッと手を入れちゃうとね、あの受け手側としては非常に不快な感じにしますから、今押しているところハムストリングスですね、だいたい一つなんですけれども、どうしてもこう臀部の筋肉ですね、ここが張るとやっぱりこう背中全体がちょっとあの、まあ、腰から背中にかけて負担が来やすくなりますので、こんな感じ。
の周期で調子が悪くなる、この肩が張って頭痛くなるとか、そういう方には不定愁症ですね、そういう方には結構有効ですね。骨盤のど真ん中のこの仙骨ラインを、まあ、何度か往復します。あ、痛い。このままでいいか。あなた弱腰だから助かるわ、楽でいい。みたいに膝を立てた状態だと非常に圧が行きやすいんですけれども、それだとちょっと強いと感じる方にはこうやって座った状態でね、ちょっとこう指に体重を少し乗っけるぐらいで十分圧が加わります。腕もちょっと曲げて分散するみたいな感じでね、強い力、ある程度そのしっかりした刺激が欲しい方はやっぱりちょっと膝を立てて肘をまっすぐにしてですね。腰骨から骨盤まで押していきます。仙骨とその直骨との間にある仙腸関節のラインに沿って拳を当てて押しながら揺らしていきます。これが非常にね、なんとも心地いい感じですね。していて、ある程度そういう理由だからこうしますというアナウンスをしても、やっぱりね、どうしても触られたくない人は触れたくないので、なんとなくやっぱ伝わってくるんですよ。そうなったらもうそれ以上そこは触らない。いくら治療が治療として必要だったとしても、患者さんが望んでないことはしない方がベターなんですね。こっちのやり方を押し付けててもやっぱり良くなったとしてもね、やっぱりいい気持ちはしないですから、でそこはその治療しながらしっかりこう観察して考えながらやっていきます。私の嫁さんはどちらかというとね、弱腰が好きなんでね、非常に楽ですね。力いらないですから。
てなくなっちゃったりとかもするんですね。そういう人は本当にこう塩梅を見ながらちょっとね針を残さないといけない。全部取り切っちゃうと力を入れた瞬間にガクンと腰が抜けるような症状が出てしまうんですよ。まあ、1時間ぐらい横になってもらってね、そうすれば、まあ、大体は良くなるんですけれども、本当にね、忙しい人か、私がそのサラリーマン時代なんですけれども、そういう整体のお店ですね、忙しい時とかに、そういう状況になってしまうと、本当、修羅場ですね。もうベッドを開けて、次の患者さん入れなきゃいけないのに、まあ、そういう状態で動けないわけですから、もう最後はちょっと肩貸してね、車まで一緒に行ったりとか、そういうこと苦い経験もありますね。基本はぎっくり腰の人は腰は触らない方がいいんですよね。特に熱とか持ってたら絶対触らない方がいいですね。じゃあどこでかっていうと、腰以外のところですね。もう腰がもうぎっちぎちに固まってて、逆に言うとそれで守ってる部分もあるので、腰以外のところだとかも全部ですね、上の方だったりとか足だったりとか背中だったりとか、腰以外のところ末端の方をしっかりほぐしていくと、それだけでも楽になって、まあ、ピッコ引いてた人は帰りはまあちょっとなんとか一人で歩いて帰れる、一人で歩いて帰れるようになったら、もうまた寝て休んでてもらえばよくなりますから。嫌な感じね。で、大体ほぐれたなと思ったら、次は上の方に行きます。ちょっと仰向けになってもらいました。どうしてもね、ちょっと頑固な足のだるさ、あと腰の辛さっていうのは、この太ももの前ですね、大体直筋。この辺りの張りが結構関係しています。ここがすごくね、張ってキュー。まあ、筋肉って張るってやっぱ収縮して戻らなくなるっていう状況ですから、これが張ってしまうとこういう風になって骨盤がこう引っ張られるんですよね。そうするとやっぱりこう腹内臓も下がってきてこう猫背気味になってくるっていうか、ここの張りを解放してあげると、まあ、腰や背中の負担も解消されて足のだるさもだいぶ軽減します。まあ、こういうふうな感じでこう両肩の真下に来るような感じで高圧していくんですけども、ね、それだとちょっと痛いんでね痛がりの患者さんはもうこんなもんでいいです。本当にこうね斜めから押すことによってちょっと力を分散させて